シラスナ・キヨシ国立公園にそびえる岩。シラスナ・キヨシ国立公園はエジプトにある国立公園である。サハラ・エルベーダと呼ばれるのは白砂爆保護区でエジプトの国立公園であり、2002年に最初は保護区として設立された。これはクサール・エル・ファラフラの町の北4 5トルにあるファラフラ区墓地にある。公園の一部はファラフラにある。この国立公園は 風と砂による侵食によって作られた大きな白いチョークが形成された場所である。また、崖、砂丘、ワディヘニス、アインエル・マクフィとアインエル・ワディのオアシスもある。白砂清国立公園の最高地点はエルケスアブ・サインイドで、最低点はワディヘニスである。この国立公園は、ジャッカル、オジロ砂狐・スナギツネ、アカギツネ、フェネック、スナネコだけでなく、 絶滅の危機に瀕している、リムガゼルや脆弱などルカスガゼル、バーバリーシープなど様々な動物の避難所として機能している。白砂清国立公園の面積は3010平方キロメートルである。公園内の標高は海抜32メートルから353メートルまで様々である。ありがとうございます。